人はこの井上誠也。どうだ、レフト方向、高々と上がってはいる。風は逆風、逆風、戻されてセンターフライ。やはり今日は14メートルのこの風、上がった瞬間は確かさん大歓声上がったんですが、かなり戻されましたね。リプレイです。上がったな千葉の夜空に舞い上がって、そのままラジオン、あるいはスタンドかというところですが、センター方向、左バッターのこの打球が戻ってきた。しかしここも戻されるかいやー、2球続けて、2者続けてのセンターフライはいずれもマリンの風。確かさん、まさに壁のような風が跳ね返しましたね。いやー、見事に受けてますね。こちらも上がった瞬間はファンの期待を